ペーパーログ74日目ぐらいだよな。一応1ヶ月は確実に経ってるね。経ってるね。でだいぶもう抜けてるんじゃない。抜けてるってか水分ないだろ絶対。天日干し1週間ぐらいやって、その後どっかで干したかな。1週間じゃないよ、もっとやってる。天日干し天日干しは一応これはね、テントの下に落ちたから雨でここだけ集中的にやられてこうなってる。削れたんだ。で、これ着色料赤、ちょっと赤いね。あ、ここはしっかりしてる。おう、強そう。これこれ普通のタイプ。これいいレンズじゃない。うまくできた感じ。これも緑。あ、これも着色料ちょっと入れた。うん、ちょっと。あ、いいね、できてるじゃん。これしっかりしてる、一番上と硬そ う, 硬そう。え、段ボールやん、もうこれ新聞、これ全部硬めの段ボール。全部新聞、全部新聞よ。キー、すごっ。早速、じゃあ燃えるか やってみようかな。ガスバーナーがいいかな。いいが、これ使んな。どんなもんか。全体的にやるか。なんか木炭みたい。うん、すごい。燃えてるんじゃない。燃えてる。燃えてる。燃えてる感じは。火はついてるね。これで封したら、あ、確かに光りそう。木炭みたいな燃え方してる。じゃあ成功、ちょっとずつちょっとずつみたいな。おすごい、すごいすごいすごい。燃えてはいるよね。燃えてはいる。ただ火がつかない。ちょ、炎は上がらないんじゃない。あ、うん、本当に木炭みたいだね。じゃあ、うん、それだったらね。そうだね。じゃあこれで、じゃあ料理しますか。せっかくなんで料理しますか。はい、料理しますよ。何作りますか。鍋を作るか。これで鍋しますか。はい、ちっちゃ。これを中心に一気にいくか。燃えてるね。風があるとこでやったらもう火がついてる、うん、ついてるついてる。いい感じだ。オッケー、じゃあもう鍋の準備速攻でやるか。OK です。はい、鍋に使う材料がこちら。はい、最高するな。ここからじゃあやっていきますよ。じゃあキノコはこっち取る。取る派。キノコ取ってる派。下のそこ猫な、うん、こっち下手。下の取る派。取りますね、食べれるけど。逃げには行った。これでスライサーで。よっしゃ。はい、人参 OK。 で、人参1本でいいか。こんなもんでいいんじゃない。な、何の意味があるんですかそれ。な、あるよな、こうやって火が通りやすいとかいいね、うん、とか、おしゃれ。これ意味が分からん。くればいいのか。よし、無理しない。めっちゃ見た目の美味しさに加え、切り込みを入れることで中心まで均等に熱が通る、味が染み込みやすいなどメリットがあります。一つだけじゃないってことですね。残念ね。ちょっと大きい気がする。もうちょっと ちっちゃい方がデザインしてある。普段料理しない人からクレーム来ました。しますよ、俺。得意料理は肉じゃが。もちろん、できれば。一応は。最悪さ。肉じゃが。マジか、マジか。あとは、豚キムチとか。豚とキムチってできそうだな、豚キムチって。いや、結構あれ奥深いっすよ。奥深い、うまじら。え、一から作るキムチ。やば。キムチも一から。豚も一から育てて。白菜も一から。これいいぞ。これいいだろ、これ。これいいだろ。あ、これはいいっすね。あ、これ上手。よいしょ。どうするかじゃん。今だけか。
もうこれか。多分斜めに入れて、斜めに入れて、ここも斜めに。いけた。ハルさんとハルさんより早くて綺麗。簡単でした。わかりやすいね、一応。あ。ハルちゃん、ハルちゃん、かわいい。これだけめっちゃアピールするね。ここのどこさんかわからんのに。みんなびっくりするから。あ、これハルちゃんの逃げ出せねって。あ、やべえ。これで出しとくとスープ作る。ゆくちが狙ってる。怪盗ゆくちが狙ってるんだ。ゆくちが狙ってる。怪盗ゆくち。いいっすか、僕が来て。ちょっといいっすか、うん、味見していいっすか。こんな抱っこされる猫も珍しいっすよね。嫌がるけどね。猫は普通嫌がるけど。口、噛まんくなってる。前と比べて。おりないけど、噛むんだよ。なんでかな。おりたがらない。優しくなってる。切ろうね。はい、ここから薄く切っていくぜ。おいしそう、鶏刺し。めっちゃおいしそうだな。鶏刺しみたい。ゆきちよ、料理し始めたらこっちに、うん、ずっと待つ場合なんかくれるんだろ、またみたいな。分かってるんだ。毎回刺身と勘違いしてる。毎回刺身あると思ってる。めっちゃ切れるようになってる。楽しい。もう切らしてくださいめっちゃ良さそう。全部カットします。うわ、切り肉指切るな、切れるよこれ。明日ありそうだな、すぐに切らしたら。やば、あ、むず。なるほどね。あ、どうっすか。いいね、いいね、いい感じ、いい感じです。オッケーオッケー、分かってきた。いい感じ、いい感じ。刺身取る時と同じ。あ、刺身ですか。刺身取る時もこんな感じ。おお、楽しい。切れるでしょ、この包丁。死に。ってか、包丁が研がれてるからね、切りやすい。今といた。うん、手洗ったから切っていい？いいよ。あ、ツーグルうまく切れるな。いや、ツーグルうまく切れそうだな。もう、言うじゃないですか。道がめっちゃ綺麗ですよ、俺の。対決だな、じゃあ、次のと。はい。じゃあ、ハルバン。ハルさん。さあ、切れるかな。どうしたどうした。ん、なんで、なんか悪い、なんか質問ある、なんか質問ある。うん、いいぐらい。なんか質問、なんか質問ある。次上から上から。薄いな、なんでかな。あ、いや、なんかツーグル薄く切れてるな。なんでかな。なんか知らんけど、ツーグル薄く切っちゃいましょうか。並べてみる。あれ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 。めっちゃ薄いやん。めっちゃ薄いやん。めっちゃ薄いやん。はい、こちら盛り付け完成。すごい美味しそう。美味しそう。さあ、食べ過ぎも分かる。おかわり。で、ペーパーログ今どうなってるか。あれから火つけて何、どれくらい経った？1時間くらい経ってる。1時間くらい経ってるんですかね、うん、どうなってるのか。はあ、じゃあどうなってるのか。1時間で一応まだ見て、だいぶでも減ったね。うちに回り、まだここまだで、ここはまだこれ形残ってるさ、うん、こいつほら。お、すごい、スパイだ。もう綺麗に最後まで燃えてる、うん、ほら成功ですね、これ。完全なる。すごい綺麗に最後まで燃えた。
で、これがもう少しだね。あとちょっとだね。これあれでしょ、使った後は肥料にもなるんでしょ。そうだね、肥料にもなる。いいっすね。よっしゃ、じゃあ残りのペーパーログでやっていくか。おいペーパーいく。これ、燃やすように半分で折っていこうかな。やりたい。ダメか。ダメだなこれ。でもあのコンクリートとかああいうのよりは硬くない。必殺蹴り。で、踏みつけ。じゃあ新聞読めるな。新聞読めるな。これ昨日の新聞だ。そんなわけない。いつやったからよ。めっちゃ硬いな。じゃあ火つけようかな、じゃあ。中心に。あ、これ網を頭に乗せる。網が…すごいね。一気に火が黒かった。で、鍋か。塩。木炭って意外と高いからな。くれるか。で、新聞は一応ね、捨てるもんだからね。しかもエコっていうリサイクル。これジャンプとかマガジンとか、うん、サンデーとかでもああいうできるね。週刊雑誌。これヤンジャン派かな。これは結構いろんな雑誌。これは何とかな。これジャンプも読むし、サンデーも読むし、チャンピオンも読むし、マガジン。あ、いいじゃん。雑誌読まんな、よく考えたら。そうなんだ、コンビニ入った時にスポーツ新聞の表紙ぐらい。これ読んでない。読んでないよね。チラ見っていう、チラ見だよね。チラ見通りがかり撮ってみるぐらい。じゃあ鍋置きますよ。見てー、見てて、よし、見ていい、いいよ。おーい、一気に3袋。はい、いいの、いい感じに買って、グツグツしてるんで。入れますか。入れるからさって取ってよ。入れるからさって取って自分で。あ、そっか。そっち。これまずこれ入れる？鍋？え、鍋？違う。それ鍋。あ、そっか、しゃぶしゃぶか。入れるから自分でさって取ってよ。そうだ。うん。取りね。取りね。はい、用意ぞ。はいはい、しゃぶしゃぶして、しゃぶしゃぶ。がっつり火通さんときへんからな。鳥はね、あ、でも白くなってきた。もう白くなってるから大丈夫だったね。ちょっともうちょいなんか色が白くなるのがピンクっぽいな。しゃぶしゃぶ。そうだね。めっちゃいい匂い。野菜はちょっと出し取るためにも先に入れときましょうね。なんか動いてたの、もう少しだ。なんか動いてた。元気いっぱい。出汁で野菜からも出汁出るので。あー、いいねいいね。あー、いい。あ、えのき、あ、いいね、いいね、どんどん入っていくよ。野菜がたっぷり入っていく。野菜は確かに、しならした方がいいね。吸わしていくから先にね。火が通りにくい。野菜だし、うん、まだ口つけてないから、だし。あ、ここの白菜、絶対染みたら美味しい。2個もいっちゃいますか、どんどん。取っていったらどんどん入れていくよ。じゃあ鶏いただきます。鶏いただきます。初鶏。わあ、美味しい。あ、柔らか。柔らかい。誰が来たの？誰が来たの？これ多分俺のだ。俺のやつだ。いや、俺かも今の。すぐ繊維がいい感じだったの。俺だったんですよ。食べやすい。美味しい。あ、野菜も。肉もどうしたら入れるか。出たバラ。あ、いいや。一生懸命作ったバラ。てっぺんのバラだ。肉のバラ。ああ、これほぐしていくわけね。ほぐしてささーって取ってね、食べてね。火通りすぎたら硬くなるからね。あ、絶対美味しい。これ美味しいだろ、すき焼きみたい。最高。野菜だけ。うん、
これすき焼き味だからタレとかいらんね。うん、うん、うまい。みんなで鍋をつつくっていうのは、ね、なかなかなかったから。これにえのきを巻くんですよね。豚肉が好きやった。豚肉美味しいですね。うん、豚肉しげんまい。油んくて。はい、ごちそうさまです。ごちそうさまでした。ごちそうさまです。意外と、意外と食えたね。食べれないと思ったけど、一応まあ、こんだけ余ったんですけどね、これは持ち帰り。ですね、これすき焼きになってるね、完全に。もうすき焼きだよ。だからね、ご飯にかけて食べた方がいい。晩ご飯、晩ご飯です。はい、で、これね、あまりがこれ今回作ったやつ。なんか細かく切って火種で使ったら良さそう。じゃあ本当に長く持つ、うん、これだけで鍋だったもんね、もう、うん、これだけでもやしたら、なんかもったいない感じするから。確かに。細かく刻んで、木炭と一緒にとか。確かにね、煙は最初しか出なかった。ちょっと匂いするやつ入れたら良さそうじゃん。ああ、確かにな。水吸わすときに水となんか香り芳香剤的なのを入れて燃えるとき。ファブリーズ系のやつとか入れる。しかもあれってオイルでしょ。オイル系じゃない。アロマだから。アロマだ。だから匂い、燃えも良くなるし。アロマオイルとか染み込ませてからやっぱ絶対いい、これ。結構持ったな。確かに木炭代わりのになりましたね、うん、デコログ。はい、ということで今回はペーパーログを作って、しゃぶしゃぶしてみたでした。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ちっぽけな島国増した増してく太陽日差しが差した極端的なこの暑さ車内は当然蒸してるはずだ向かってく足取りドライブ海振り向け砂浜裸足はフリーひとなすぎても残る思い出立つ波打ち際オールを漕いでく